はい、というわけでニューエラー企画スマホなし待ち合わせ東京都内編やっていただきますで、ルールは東京都内、こちらに用意するのは JR 東京メトロ、都営地下鉄都バスが一時乗り放題券をお渡ししますので、それでお題から連想される場所に行ってもらって、スマホで連絡を取れない、携帯で連絡を取れない状態で、まあ6人の医師が一つに集まるであろうと、もうちょっと首かしげてる人が何人もいますがあのね、これからレスランを引っ張っていきたいという意思があれば、思いは一つ一発集まるだろうということですよね、はい、それを改めて考えてもらうということです。それで、こちらで、ね、カメラが1、2、3、4、そしてさらに俺もカメラ持つからここはどうだよでも1、2、3、4、5、6、だから一人は自分でカメラ持って自撮りながらそれはやばい、それはやばい。だから一応これ多分年功序列でいくから、誰が一番若いの、一番下っ端誰、それですか、これこれだからこれどこれ出るんですか。そうだね、でこれ開いたらさ自分見れるから、これ、ね、あ、すごいね、自分でこれ全部取りたいかもしれない、あのね、あの鼻を見せる時困りますよ、すいません、そういないからいなかったことになるあ、そうですね、だからお前は誰かと早く合流すべればカメラマンの言う人だから、そうですね、それじゃないとずっと一人でずっと恥ずかしいから、これはやばいっすね練習してみる、あっちょっとこんぐらいのようになるじゃあお前静止画じゃないから、喋って動画だから、自分で動画だからお前、笑顔見て動画出ろ、ちょっと一発ギャグですけど、一発ギャグ僕はどれですか、 いや、それが一番問題なんだよ全部英語だもん、ここから赤いことだ、全部英語だ、あ、一発ギャグ画面の11割一発ギャグです11割ちょっと一発ギャグ、一発ギャグ大爆笑するやつゲッツ、おい、あめっちゃ困った笑えたね、すごい、あれこれ、どうやってくるの、同じことも、う同じ言っちゃう、それが行きましょうか、よし、じゃあこれで撮影もできたから、第一のお題をいきます。第一のお題は東京の観光スポット、観光名所といえば、観光名所といえば、観光名所、これ最後ここから喋らないで、これ以上相談だね、はい、じゃあ散りましょうか、はい、それではじゃあ各自考えて出発です。おい、時間でした、他の人はどこ行きそうですかね、あ、浅草とか行きそうですね、あ、名物いっぱいありますもんね、はい、お寺とか雷門とか、あとは浜口神社行きそうな人いますか、行きそうな人は熊と土井さん、あ、でもそこで集合したら、まあ、僕らは全然関係ないですねアンディさんとかどこ行きそうですかね、アンディさんどこだ、アンディさんどこだ、アンディさん謎です、アンディさん、アンディさんどこだ、だって分かんないですね、その目的地は何でですか、いやもうお題を言われた時に直感で、まあ、九州から出てきた人だったら絶対ここだと僕は思ってた、まあ、吉岡さんは絶対来る、睨んで、睨んでますかそれはもう仲間として、仲間としてニューエラーとして、ニューエラーとして信じてます、信頼関係ですよね、
まずは九州で集まる。そこから2問目に行くみたいです。はい。目的地で待ってます。観光名所ですよ。いろいろありますよ。意外とね、遊ばないんですよ、俺都内。あら、イメージと違いますね。竹の塚基本出ないんで、俺の中だとね、荒川遊園。荒川遊園。ほう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 。そんなわけないですよ。白子鳩は埼玉か。そうですよ。都内ですからね。しかも1時間以内で行けるところですからね。どこだ。どこですか。どこだ。いや、みんなどこ行くんだろうな。そうですよ。その辺をね、考えて。みんながどこに行くだろう。これだってみんなが他のねメンバーが全員集まってて、ね、黒潮選手だけ集まってなかったら寂しいですよ。これ心を一つにしないと。そうですよ、そうですよ。ニューエラ心を一つにして、ある意味でレスラーの未来がかかってるってわけ。そうですよ。じゃあ行きますか。行きますか。どうですかね。いいんじゃないですか。いいですかね。よし、行くか。さあ黒潮選手出発しましたが、どこに行くか決まりましたか。候補が今3つあります、はい。東京タワー。ほう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 。そうですね、東京の名所といえば、まあ、東京タワーですね。か、はい、東京スカイツリー。まあそうでしょうね、はい。か、ほう、六本木サッパークラブ十万字。それはまたなかなか、まあ、他の選手がそう思ってる可能性もありますからね。ね、土井浩二あたり自慢じっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。土井選手に合わせるんだったらって考えると確かにありですね。そうですね、はい、彼に合わせて、はい、まあ、こんにちは。まあ、ちょっともうオーソドックスに。ほう、あいつら、みんな新大久保から行ったのかな。合わないですね、岡田選手。そうなってくると話変わってきますよね。そうですよ。違うバスかなんかで移動した可能性も多い。第2なきにしもあらず。誰にも会ってない。でもね、比較的黒潮選手出発が遅かった方だとは思うんですよね。あ、まあそうですよね、はい、受けられたやつなんで、はい、ね、さあ誰がいると思いますか。稲葉は絶対おで、ちょっとよし、塩か正規がひねくれなければいい。おー、なるほど。じゃあ、3人ぐらいは集まりそうかなっていう。まあ、希望としては全員なんで、熊五郎はあのバカな頭をそのまんま使ってくれれば、はいはい、なるほど。土井浩二は読めない。読めない。アンディユーは、いやー、アンディユーなー、なんか覆面屋工房とか行きそうっすね。ついの町行きそうだな。最初のお題、観光スポット、どこにしますか。浅草の雷門。はいはいはい。他の5人はどこに行くと思いますか、はい。でもこれ、あの、多分東京近辺に住んでる人と地方出身者って全然違うと思うんですよ。僕とか稲葉とかアンディさんは分かんないですけど、地方出身者って東京の場所そんな知らないんで、スカイツリーか東京タワーか浅草、あとどこあります、上野動物園とか、まあ、なんかその辺な気がするんですけど、近いところに住んでる人はちょっと首都圏の出身者、熊五郎とか埼玉行きそうですけどね。実際なんか会場前、なんかあのこの企画をやるときになんかあったじゃないですか、うんうん、ビッグマッチ、うん、会場といえば、ね、東京のって言ったのに、あいつ埼玉スーパーアリーナって言いました、うん、東京じゃねえじゃねえか。そうやって、ね、まずそこですよね。じゃあディズニーランドは大丈夫ですかね。ディズニー、あ、そうか、ディズニーランド、え、ディズニーランドってあれ千葉さん。そうです。でも東京ディズニーランドです。そうですね。あ、行きそうなやつもいますね。考えると。大丈夫ですかね。
稲葉大丈夫かな。だからそういうところで合わせに行ってもいいと思うんですよね、吉岡選手。いやー、思考が読めないですね、今回に関しては。いやでも僕、土井さんとかあたりは合うと思うんですよ。まだなんか、ちゃんとしてるじゃないですか。ちゃんとしてる。だから独特の感性をしてない。独特の感性のやつはもう何か分かんないですよ。ただ多分今回一つだけ賞賛は藤村がいないっていうニュージャーだと思う。藤村彼問題なんですか。彼は問題ですね。はい、行きますか。行きましょう。じゃあ吉岡選手は浅草に向かって。浅草に。だから、いや土井さんそうなんですね。あと熊もあれですよね。浜口チーム出身なんで。あの辺。詳しいはずなんですけど。でも観光スポットだと思ってますかね。そこが問題なんです。イケメンさんとか稲葉さんはどうですか。イケメンはもう全然仕事がないです。あいつ観光スポットで黒潮とか行かないですか、ね、大丈夫ですか。分からない。やりかねないです。ちょっと不安です。稲葉は有名なとこにしか行かないはずなんで。となるとどこですかね。サンシャインとか行かないですかね。あいつ分からないです。あ、でもあいつ最寄りの駅が分かんないって言ったら行けるわけじゃないの。ああ、名前がついてないやつに行かせるんですよ。なるほど。そういう読みは東京タワーかスカイツリーか、あとはもう浅草、あとこの JR のやつ乗ってなかった浅草、浅草橋を見つけれなかったパターン。スカイツリーとか行かなくて大丈夫ですか。スカイツリーは僕昔観光で行ったことあるんですけど、最寄りの駅が分かんなくて遠くて、なんで面倒くさいんで行かないんですよ。最初で浮かんだのは東京タワーとスカイツリーなんですけど、まあ東京といえば的な、ちょっと観光といえばと思いますけど、ちょっと移動が面倒くさいなと思って。僕もいまいち最寄りの駅は分かんないですね。なるほど。あと他にはなかったんですか。あとは観光名所ですね。すごいプロレスラー志向で行くなら武道館、まあ両国とか試合会場、試合会場、観光も試合に関係ない。なるほど。お台場ありますね、確かに。あ、土井さんお台場か、違う。いや、東京の観光スポット、あんまり僕アウトドアじゃないんで。アウトドアじゃない、インドアなんで。神奈川生まれのくせにそういうみんなが行ってるような場所ってほぼあんま行ったことないです。でもそう言われて、まあ思い浮かべたの1個しかないんで。1個しかない。1個しかないです。それはもう他のメンバーとも合いそうです。いやー、でもね、やっぱ頭悪いやつ多いですからね。でも普通にね、はい、普通に考えてそこでしょっていうところで行きます。駅に着きましたけど、はい、だいたいどっちかも、まあ総武線で、総武線行きたいと思います。あとはそんなに遠くに移動したくない。近場で、近くはないか、もう1個しかないですか。言いますけど、まあハワイからもちょっとあるし、かかってきたのかな。ちょっと離れましょう。気持ち悪い。とりあえず気持ち悪いやつがいたんだ。離れます。電車の中撮っていいのかこれ。あれは確かに恥ずかしいです。いや恥ずかしい。あれやばいです。誰か下のやつ連れていけばよかった。死んでしたもん。これから向かうところは、はい、いつぐらいぶりですか。
そうですね、もう2年ぐらい行ってないですかね。まあ、一応あの僕の師匠もいらっしゃるところです。まあ、今日本外国の人も多いからね、そういうところで考えたらもうここしかない。大久保でケバブ買えばよかったな。大久保駅のね、道場側の北口の駅前のケバブ屋さんがかなり美味しいです。新宿区で一番うまいと思う、多分。スカイツリーね、そう考えると結構出てきますね。スカイツリーちなみに行ったことないですか。あ、ないですか。時間のある休日にわざわざ自分の興味のないところに人がたくさんいるところに行く意味が分かんない。あんまり高いところとか興味ない。そうですね、あんまり、まあ得意でもない高いところが。東京タワーとか、まあ、東京タワーも行ったことない。行ったことないです。なんか一回試合であのゼロワンがたまにやってるじゃないですか。はい、それに行ったぐらいですよ。うん、東京タワーの中に入って登ったりしたことないです。するか。これはプロレスラーですか。うん、夏はね、ざるそば最高。アギさんどこ出身ですか。まあ、出身は秘密なんですけど、はい、まあ、言われてるのは関西方面って言われてますけどね。まあ言葉の感じではそうですよね。となると東京名所、観光名所っていう1個言われた時に1個パンって思いついたんで、ほう、ちょっとそこ行こうかなと思うんですけど、ほう、はい、そこはもう他の皆さん会えると思います。いや、そこやろうと思いますけどね。ああ、もう多分、まあ、でもあの自分だけマスクじゃないですか。はい、だからちょっと近いとこ行こうかなと思ったんですけど、まあ、多分ちょっと遠いんで、まあ、そこは諦めて、まあ、終わった頃にはあのこの目の開いてるところは日焼けしてると思うんですけど。ズバリ周りに人いないんで目的地ちょっと通り過ぎる。目的地ちょっと小声で教えていただいていいですか。スカイツリーですか。スカイツリー、なるほど、なるほど、そこしかないでしょ。なるほど、まあ会える気がしますね、誰かしらと。そこしか思いつかないですよ、逆に。うん、やっぱり、はい、目的地変えます。おう、多分スカイツリー遠いんですよ。まあ遠い、いまいち行き方もよくわからんし。はい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 、浅草にします。浅草、はい、浅草ってこと。雷なんとかもんが、いや、なんとかいらない。あ、でも確かに正直言うと僕もこのお題行った時にそれを浮かべました。あ、僕もそう思ってたんですよ。いやいやいや。二択だったんですね、じゃあスカイツリー。いや、まあその雷なんとかもんの方は、いやいや、なんとかいらないです。もうだいぶ小さかったですけど。あ、小さかった。スカイツリーの方がもう圧倒的にパッときたんですけど、はいはい、遠いなと思って。なるほど、まあ、でもいいチョイスだと僕は思います。このマスクでスカイツリーまで行くのも大変なんで。いや、それ浅草も変わんないでしょ。あ、でも会えるといいですね。やっぱ歴史が違いますから。歴史は違います。あとこのマスクで純粋にあの雷なんとか門の前に、いや、なんとかいらないです。言ってたじゃん。立つのがすごい絵として面白い。そうですね、まあ普通に行きたいなっていうのがあります。はいはい、さあアンディさん、いや、やっぱりまたここに来てる、こう並んでるじゃないですか。はい、ちょっと迷ってます。このどっちかではあるんですね。そうですね、この東京スカイツリーかこの
雷なんとかもんですか。いやいや、なんとかもんいらない迷ってますけどね。迷ってますか。迷いながら行きたいと思います。あ、まだ決めかねてるんですね。これを見るとやっぱり、はい、改めて 見てしまうと、はい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 、ちょっと迷いますね。なるほど。でもどっちにしろ電車は一緒ってことですね。そうですね。じゃあとりあえず都営浅草線には乗ると。乗ってみてから、はい、様子を見て。様子見て。あ、はい、じゃあ行きましょう。それでは出発したいと思います。東京の観光名所といえば僕はあそこしかないと思ってます。これからちょっと駅に向かいたいと思います。じゃあ出発を記念して最初俺ちょっと回してあげるから。はい、出発の一発ギャグ。行きます。で、行きます。行くべきから、僕は目指す場所はちょっとね、あそこの場所しかないと。今大久保駅から総武線に乗りたいと思います。この魔法の切符を使っています。すごいこれ便利です。都内だったら何でも乗れるそうです。じゃあ行ってきます。パートナーの土井浩二と遭遇しました。遭遇した瞬間過ぎ去ってしまいました。彼は果たしてどこへ行くんでしょうか。僕はあそこの場所ですけど、まあもしかしたら一緒かもしれないですけど、まあ土井浩二のことなんでどこへ行ってしまうとは思います。今、秋葉原の駅に到着しました。これからちょっと乗り換えます。ちょっと乗り換え口まで遠いんですが、ちょっと今歩いてます。はい、日比谷線のところまで来ました。これから北千住までちょっと行きたいと思います。じゃあ北千住到着。さあここから乗り込みますよ。目的地の駅に着きました。僕はプロレスラーになるために有村天口さんの塾に通ってたんですけど、その時にこのね電車に乗ってると、あ、今日も合同練習だっていうのをこう久々に感じましたね。浜口道場での楽しかったんですけど、練習はやっぱきつかったんで、辛かった日々を思い出す感じがしますね。いやそして今ちょっと改札を出ます。よいしょ。ん？なんで？ちょっと切符が使えてない。ちょっとトラブルが発生しました。この魔法のカードがあるのに、なんと改札から出れません。あ、すいません、これでちょっと通れないんですけど。あ、こちら使えないですね。使えない。当駅は使えないです。浅草ちょっと遠いんで、通り道の水道橋があって、東海道路ってありえないですね。東京着きますし、後楽園みんな行き慣れてるじゃないですか。ないない、絶対迷わないじゃないですか。稲葉はちょっとなさそうですけど、なるほど。水道橋で降りたくなるプロレ
スラーの坂あるじゃないですか。なるほど。それを利用、あそこまで考えが及ぶかなって。いや東京、東京といえば、まあ、東京ドーム、まあまあ、東京ドームだったら違うんですか。そうですね、そこはやっぱドームシティとか一括りじゃなくて、あ敷地内ですか。はい、あじゃあドームホテルに向かってる人ももしかしたらいれば、はい、じゃあ東京ドームさんのくくりってことですか。はい、このくくりでじゃあドームホテルもあり、ドームホテルに行くやつはいないと思うんです。楽はちょっとあれですか、意外にいそうですか、これ。そうですね、ゼロではなさそうですけどね。誰かいそうじゃないですか、後楽園か東京ドームといえば。吉岡選手はその勘でですもんね。勘で、でも浅草も一人はいる、一人ぐらいいそうな気もするんですよ。あただあそこまで行く労力を考えるさっきからずっと出てますけど、行くのが面倒くさいっていうだけですよね選手、吉岡選手はそれです乗り換えが面倒くさいちょっとあれですね、木陰で、はい、木陰で座れる場所が何か見つけて座った方がいいですか。そうです、ね、ただ今のところ、あれこれ僕最後に出たからちょっとあれですけど、あ怖い。東京スカイツリーの区間が入ってて、押し上げ定期が使えるんで、はい、そこの東京バナナのお店の前の道、はい、左にまっすぐ進んでください、はい、5分ほどで押し上げの駅ございますので、はい、そちらでどう出ればいいですか、これ。はい、あもうここから出れます。こちらから来られました。はい、伊勢崎線乗って今伊勢崎線、どちらの駅からですか。北千住から。北千住、ごめんなさい、こちらですね、北千住からうちまで170円かかっちゃうんですよ。はい、なので170円こちらいただくっていう形になりますので。マジか、はい、マジか、申し訳ございません。ちょっとトラブル発生しました。今なんとトラブル発生でございます。この魔法のカード、東武伊勢崎線は使えなかったようで170円自腹で払いました。魔法のカードだって聞いたんで、都内だったら何でも使えるって聞いたんですけど、これはちょっと仕掛けられたっていう感じですね。それですね、まあ目的地に着いたので、ちょっと今目的地を見せます。おお、すごいな。スカイツリーのお膝元でございます。到着しました。これからちょっとみんなと連絡取って誰がいるかちょっと確認したいと思います。さあ、はい、到着しました。古い到着しましたね。はい、もう選びましたね、ついに。はい、まあ、スカイツリーはないですけどね。スカイツリー見えないですね。スカイツリー選ばれたんですか。いや、選ば、雷門にしました。おう、自信は。自信、はい、まあ、半々ぐらいかなって感じですかね。半々ぐらい、半々っていうか、その全員じゃなくて、はい、3人ずつぐらい、スカイツリー3人、雷門3人ぐらい。ああ、もう いきなり第1問でそんな集まると予想してるんですね。じゃないかなと思いますね。すごいですね、信頼の、はい、信頼がすごいですね。信頼と実績です実績、まあ実績ベルト持ってますからねじゃあ早速行きますか、信じて。はい、向かいましょう。向かいましょう。あ、いました。いた、マジですか。新崎仁先生。違います。違います。すみません。仁生さん、ま、待ち合わせ。仁生さんいたら7人になりますから、ね。そうです。仁生さん待ち合わせ参加してない。スペシャルゲストかもしれない。そもそもスマホ持ってんじゃね、持ってないんじゃないかっていう。仁生さん。スペシャルゲスト X かと思いました、ね。そういや、本当のスペシャルゲストですね。
人力車乗りますか。人力車乗らないです。スカイツリー行きますよ。ここまで行きやっぱりスカイツリーに変更します。なんでがっかりしてんの。なんでがっかりしてんの。やっぱりスカイツリー変更します。いましたよ。まあ今結構ドイクマいいいいって言っていただいてるんですけど、まあ分隊の試合は大事ですよね。チーム社長副社長大事な試合ですね。あのタッグに勝ったことないです。あ、でも試合もしたことない。試合もあ、僕はありますけど、まあ、パートナー違っちゃうんで。初代のチャンプは。そうなんです。それを乗り越えるって。そうですね。疲れそうですね。二人ともすごい動くから。で、こっちは熊五郎が動かない。そうですね。大変な試合になります。メインイベントは必ず食ってやろうと思ってます。やっぱりプロレスラーになるって言ったら、はい、浜口ジムすぐ思い浮かびました。そうですね。まあ僕はでもなんかちょっと変わってて、その前に一回プロレス業界に入っちゃってたんで、ハッスル入ってて、でもうプロレスラーはやめようと思って普通に働いてて、でもなんかやっぱもう一回やりたかったんですけど、なんていうんですかね、やっぱこう負けたまんまじゃやだなと19、20歳ぐらいに思って、でもう一回ちゃんと体鍛え直そうと思って浜口ジム入ったんですよね。誰かいますか。誰か来てる人はいないんですか。やっぱり土井さんが来ると思います。さすがです。ここしかない。さすがです。俺半分ぐらい来ると思ったんですけどね。3人ぐらい来るんじゃないかな。まあでもあの情報によると熊五郎さん以外はもう到着されてるらしいですので、熊五郎さんが来るかどうか絶対来ないです。しか他のメンバーはもう他のメンバーの他の場所に到着をしているということで、やっぱ受けとか狙わないでみんな。そうですね、一番王道です。ここプロには申し訳ないですけど、はい、やっぱこうタイトルマッチの気持ちでね、みんな。そうです、ね、横浜分隊で S1 の頂点を、ね、狙う男が一番の王道を選んだわけですからね。何の忘れもない。そう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 。あ、行きましょう。お、東京タワー見えましたね。見えましたね。まず第一目的地。そうですね。じゃあみんなが集まってることを願って下まで行きましょう。ええ、稲葉はね、絶対いる。いる。稲葉はいる。すごい。そこまで確信をしてる。理由はバカだから。まあ東京といえば東京タワーだろうみたいな。ってなると、まあ真っ直ぐでいいやつなんで、東京といえば東京タワー。なるほど。なるほど。ってなると、はい、熊本、同じ熊本出身の吉岡誠貴もいるんですよね。ああ、なるほど、なるほど。やっぱり地方の人からすると、そうです。東京といえば東京タワー、東京の名所といえば東京タワーだろうと。アンディ、土井が読めねえんだよな。あ、確かに読めないですね。そんなにストレートに東京イコール東京タワーって考えなさそうな雰囲気ですよね。確かにね。スカイツリーとかできたら新しいじゃないですか。そっちにね、新しい方に行こうっていうね。さあ、大丈夫か。おっと、さあ、いるのか、いるのか。見ましたね。いますかね。見えちゃいました。見えました。ほら、もう予想通り。井上さん、目的地、あれですか。これです。吉岡さんはいるでしょう。いますよね、それは吉岡さんいますよね。だんだんでかくなってきましたね。なってきましたね。観光地が、観光地が東京といったらこれですよね。東京といったらあれです。これ以外行くような人どうですかね。
これが行く人はエセ東京です。まずワンピース、ワンピース見ますか。いやなんか稲葉さん、東京タワー来るのいつぶりですか。もう幼稚園ぶりぐらいですかね。あ、ちょっと今撮影やってる。あ、すいません、ごめんなさい。誰もいないですね。誰もいないです。稲葉選手ですよね。あ、ありがとう。いや、稲葉選手ですよね。まだ2問目まで時間ありますけど。そうですね。ね、あ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。いや、でも予想通りだってね。もういいですか。はい、合流。合流。合流。誰よりもね、あのこの人がね、一番最初にここに来るんで、ね、俺は予想したんですよ。黒島選手予想通り。そういうことは、吉岡選手も絶対行きます。私、熊本出身なのか。なんで、東京出身のイケメンさんがここへ選ぶの。僕らが来るという予想で、ここに来たんです。東京で言えばやっぱり、東京タワー、赤いし。スカイツリーは青なんですよね。そう、秋から赤。そう。燃える赤。と、あと東京タワーっていうことを踏まえたら、お二人は次選んだのどこでしたっけ。次はもう道場帰ります。いや、まだ帰れない。帰れない。集まらないと帰れない。次は東京駅です。東京駅。まあでも浮かびますよね、そのお題で言ったら。そうっすね。一番にこのお題で全員集まれそうな熊五郎以外は。熊五郎、土井さんはどうですか、パートナーとして。いや、熊はまず浅草に俺は来ると思ってた。ああ、そもそも浅草支部出身者、出身者浅草ではあったんですよね。スカイスリーは。あ、まあ、まあまあ、そうですね。でも、雷門ではなかった。もう通い慣れた道に来るんじゃないかな。そう、どうですか、土井さん、今からでも新宿に帰る術はあるんですか。新宿の可能性も高そうです。利用者の数で言ったら、はい、新宿の方が多そうですけど、はい、次のお題は、はい、利用者数の多い駅。利用者数の多い駅、はい、JR、地下鉄問わず利用者数の駅、だ人がいっぱいいそうな駅と。二択ですよ。あ、まあ三択。まあ駅は百何十ありますね。パッと思いつくのは新宿と渋谷。あ、やっぱり僕ら一番乗るじゃないですか。はいはい、多分新宿なんて一番乗ると思う。はいはい、乗るというか、はい、通るじゃないですか。はい、新宿か渋谷。あとはもうあの。まあ、新幹線とかで東京品川ぐらいじゃないですか。うわ、どうしよう。そうですね、ここはちょっと考えた方がいいと思います。うわ、どうだろう。新宿、渋谷、品川、東京だと思うんです。でも僕はもう新宿、渋谷でどっちか。どっちかに。もう自分の本能の感覚を信じてパッとこう一番なんかあーって思うのは渋谷ですけど、あの総武線なんで新宿が安いなっていう。まあ、大丈夫ですか、その楽なこのひねくれひねくれ具合が楽なルートでって言って合わなくなってますかね。さっき苦労して合う合わないありますからね。いやでも稲葉新宿に来そうな気がするんですよ。本当ですか。稲葉は新宿に来ると思います、あいつは。でも彼らは二人の意見ですかね。そうなんですよ、イケメンがいるんでまたちょっと変わってくるんですよ。渋谷か新宿ですね、これは。僕は。そうですね、だから路線図というか何本も走ってる駅ってなると大体限られてくると思うんですよ。いろんな線が入れ込んでる。品川とかも多いでしょうけど、なんかそんな発想ないってあんまり分からない気がするんですよ。こう乗ってて一番こう乗り降りがみんなの頭ですよね、そのイメージ、イメージ。いや新宿か渋谷か迷うな。あ、稲葉渋谷もありえるな。渋谷乗りから得意ですから、あいつ。
なんでかは言わないですけど、そう、ね、何線がね、得意なのかしら、渋谷の乗り換えだけスムーズに行けるんで、でもそうなってくるとってことですよね。あそこもまあまああそこも大きいですからね、はい、渋谷も人がいっぱいいるし、ね、渋谷はもう人自体が多いんで、ね、だから利用者数の多い駅となると、どっちかな、とりあえず新宿の方に向かいますか。新宿向かってどうせあれで乗り換えなんで、代々木あたりで、まあ、そうですね、どっちかってことですね、はい、右か左かみたいな感じですよね、はい、右か左かみたいな、とりあえず新宿に向かいます。なるほど、総武線でじゃあ代々木を目指し、はい、そこから乗り換えて、はい、了解です。どっちかで行きましょう。はい、はい、めんどくさがらず渋谷行きますね。さっきめんどくさがって外しちゃったんで。めんどくさがって、はい、一本で行けるとこ新宿ってやると、はい、これでまた裏目に出そうですから。そうですね、みんながあの僕のそのめんどくさがる性格を知ってくれてたら。でもあれですもんね、稲葉選手に合わせに行ったんですよね、渋谷で。吉岡選手的には、いやでも稲葉も新宿渋谷どっちかわからない、わかんないですね。稲葉渋谷に来そうなの、逆に渋谷に来そうなのは土井さん。ああ、だから土井アンディ組、土井アンディ組はまとまっていっちゃいけない。その考えなんでちょっとがありますけどね、はい、渋谷に来そうな気がします、うん、渋谷か東京か。ああなるほどなるほど、やっぱ新幹線の、はい、もう全部集まる、東京に、うん、東京品川とかに行くか、もう渋谷かだと思いますよね、うん、稲葉は新宿か渋谷だと思います、うん、絶対。ってことはやっぱり渋谷の可能性が高いかな、あの計算上、はい、確率的にも。そうです、ただあのイケメンが稲葉についてるので、はい、そっちの意見になるともうちょっと分かんないです。その2人のミーティングですからね、はい、ミーティング結果で大体なんか稲葉ってイケメンに引きずられていきそうじゃないですか。なるほど。そうなんですか。熊はもう考えないけど、そうそう、でも熊五郎選手どこ行くんですかね。熊五郎どこ行くんですかね。埼玉駅とか行かないですかね。大宮とかですか。大宮とかで行かないですかね。2問目のお題を発表します、はい、利用者が多い駅はです。利用者が多い駅は、はい、これはストローちゃん JR とか地下鉄とかは別に関係ないですからね。利用者が多い駅はと言われればどこに行きますか。あ、でもね、竹の塚いいですか、稲葉先生。異論はないですか。異論はいろいろありますですよね。相談して決めてくださいね。今、あの無視っていう強行突破に行かれそうになりましたけど、いや、無視じゃない、グーの音も出ない。え、新宿渋谷でしょ、どっちかでしょ、女。俺もそう思った。お、うん、意見合いましたね。じゃあどちらにしますか。ただ今、はい、その乗り換え云々で北千住が今一番ね、利用しやすいと言われているんですよね。おお。なるほど。お、さあ、どこにしますか。梅島行ってみる。梅島。なんでその新宿渋谷、まあ北千住三つ出た中でその全然違うところに行ったの。あれですよ。他の選手たちがここを選ぶだろうなってことも想定しながら考えてますね。なるほど。今日東京ドームがライブはあるとするならば、はい、水道橋かもしれないし。まあ、東京ドームに行った人も一人いましたからね。ですよね。渋谷、新宿か。いやでも若者は渋谷だよ。はい、次のお題をいただきました。利用者が、次のお題はね、利用者が多い駅。これは JR でも地下鉄でもどちらでも大丈夫らしいです。次の題は利用者が多い駅。まあ利用者が多い駅って言ったら、何個かあるんですけど、おそらくあそこだろうと僕は思ってます、はい、これからちょっと地下鉄乗って行きたいと思います、はい、いやーもう初っ端からね、もう魔法のカードが使えなかったりとか、いろいろありましたけど、はい、みんなバラバラだったりね。まあちょっとなんとか今から向かいます。
これから、今から浅草線乗り込んで、ちょっと乗り換えて、利用者の多い駅に行きたいと思います。電車内が非常に匂いますね。ちょっと動物園みたいな匂いがします。懐かしい匂いです。これからちょっと向かいたいと思います。いいですか？新宿でしょうな。新宿です、はい、新宿です。じゃあ新宿に向かいますか。新宿に行きましょう。はい、じゃあ新宿に向かって出発してください。はい、はい、Here we go。 いやでもね、熊五郎確かに上野とか行きそうだ。まあスカイツリーにいますからね。あいつちょっと欲しがってそういうところ行きそうだ。熊五郎さん竹の子がいるんじゃないですか。あいつなぁ、あいつ選手行くだろ。地元埼玉なんで大宮駅です、暑いっすとか言って大宮から行きたいじゃん。これが来ない来てそうですかね。いや、ね、行くでしょう。あともう背中が地震に満ち溢れてます。ほんとだ。絶対みんな歩きたくないからここ来るし。なるほどなるほど、そうですね。これ新宿以外行った人入れ墨入れた方がいいじゃん。だって渋谷とかいる駅に。なぜか熊五郎だけいる感じがしないですね。もうね、最後まで集まらないんじゃないかという不安が漂いますね。で、ドイコージはね、昔ね、渋谷のね、なんかね、サークルみたいなのあるじゃないですか。おーおー、はいはいはい、ギャルパーサークル、はいはい、え今ね、なんかね、はい、あんな入ってたんですよ。おー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 。渋谷人だったんで、はい、もしかしたらね、なんかそのちょっとこうね、大きいとこ見せたいみたいな感じで渋谷に向かってるかもしれない、はいはい、あー、なるほどなるほど、そういう不安があるわけですね。渋谷行っちゃうかもしれないです。確かにね、考えたらな、それ忘れっす。なるほどなるほど。いや、やっぱ渋谷なのかな。迷い出しました。でももう帰られませんよ。いや、まあ新宿でしょ。ゴールドストーンか。まあさすがに一番乗りでしょうね。まあそうですね、時間的には我々が一番乗りだと思います。早かった。名前です。じゃあちょっとしばらく待ちということで、はい、お願いします。ステイで来ないっすね。来ないっす。おほら、やっぱりやっぱり。あれ、何買い物してるんですか。いや、ちょっと待ってください。僕らはケンタッキー買ってます。いや、まあ何より。いや、でもね、もう渋谷にしようと思った。おー、危ねえ危ねえ。渋谷か新宿かで迷って、一回山の総武線しか乗ってない。総武線降りたんですよ、新宿代々木で。で、乗り換えるか迷ったけど、ケンタッキー食べたいって言って、もう一回乗って新宿に行った。だから、これのおかげで僕今会えてる。わかります。なるほどね。だから、これを攻めることはできた。まあ、とにかくあと3人ここに来るはずなんで、はい、待ちましょう。待ちましょう。まずね、この挑戦者が一番来ないからね。一人、一人来たら一人意味わかんないと思う。絶対に一人で行ってそこに5人集まって。ほんとだ。なんで熊五郎がそうなりそうかなと思ってたら、絶対吉岡さんがまさか。いや、俺はもう熊五郎が大宮行くと思う。大宮出れないじゃん。いや、で、出れずに気づく。あ、そうなんだ。国鉄に到着しました。利用者が多い駅というのは僕は新宿です。新宿っていうのは多分日本で一番人が集まる駅だと思います。果たして誰かしらいるのか。ちょっと駅の外も改札出て外まで行ってみます。新宿の改札を出まして東口に出てきました。
ちょっとアルタの前に今いるんですが、さあ誰かしらいるのでしょうか。さあ誰かいるのか。お、なんか見たことある顔がちらほら見たことある顔が見えますね。しかも自分取らないな、自分取ってるわけじゃない、自分取ってる。到着しました。いや、こんにちは。あ、こんにちは。イケメン二郎選手、お疲れ様です。お会いできましたね。お会いできました。よかった。いや、意外だな。俺一番、いや、僕は領中一番心配してたんですよ。ちょっとどこ行ってたんですか。どこ行ってたんですか。東京タワー。もう会ってた。あ、もう、あ、二人会ったんですか。お前何聞いてたの。何も聞いてなかったです。いやね、スカイツリーか迷ったんだよね。迷った。まあ俺はね、東京で入ってるから。迷ったんだね。じゃあこいつやっぱスカイツリーだけど、新しいものに弱いんだよ、熊頃は。何人とも誰と言います。え、切れました。稲葉は新宿にいると言ってる、はい、稲葉イケメンは新宿。そうですね、そのペワンペアは新宿ですね。ね、じゃあ問題の熊さんは、アンディさん、はい、どうですか。来ませんでした。まあ予想通りです。なんでですか。なんで予想通りなんですか。もう新宿感がビンビン出てましたね。嫌な予感はしました。僕の問い合わせから、はい、あ、電話来ました。はい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 、ね、東京で一番利用者が多い駅、東京でしょ。めちゃくちゃ多いです。見てました。いやいや、東京でしょ。新幹線新宿通ってないでしょ。渋谷はないよ。渋谷はなかった。あ、イケメンが北千住って言ってたらしいです。いや、北千住ね、いや可能性的には行くんじゃねえかっていうのがあったんちゃう。じゃあ次のお題で、はいはい、いや、ちゃんと考えすぎなくていいよ。オッケー、はいはいはい、イケメンがずっとちょっとちゃんと考えるわって5回ぐらい言ってます。なんなんちゃんと考える。ちゃんと考えてなかったんですね。よく分かったです。まあ、次会います。はい、天の声さんから3問目のお題を発表。はい、次はビッグマッチ会場で。ビッグマッチ会場。またそれですか。ここは話し合い、もうここは話し合い、ここは4人の話し合い、向こうも2人の話し合います。じゃあここでまず1回せーのでと。いや、これ来た。あ、これ僕らにとってのビッグマッチ。でもさ、あれだよね、S1 だったら横浜でしょ。でも一応プロレス会場、ビッグプロレス会場、都内だもんね。都内ビッグマッチといえば大丈夫。大丈夫でしょう。せーの、東京ドーム。え、黒潮選手なんて来ました。東京ドーム。稲葉選手両国口してた。もう両国、東京ドーム。おー、わかりました。じゃあ分かれる。なるほどね。どっちかね。いや、ビッグマッチだって。いや、でも確かにビッグだったらね。もう今東京ドーム、こんな時だと死にもダメだもん。ね、でも一番の団体で、そこで言ったら俺また東京ドームも乗るの。いや、俺今日総武線しか乗ってないから。そしたら両国でも東京ドームも
っちでも。でもこれだったら中央線で行って乗り換えで一人なんでね、水道橋は。いや、水道橋行くって総武線で行く。それは両国だろうが東京ドームだろうが総選で行く。俺今日総選手だと思う。土井選手たちがどっちに行くかとか、そもそもどっちか分かんないですけど、どこに行くかも考えないと思うんですよ。それ決めた方がいいですよ。土井浩二はさっきの新幹線通ってるとか利用者多いのが一番の前そこだろうですから、一番大きいのが東京ドーム。東京ドームにします。いや、土井さん両方あら、本日はアンディさんは多分6、4ぐらいです。1.2 ウェイパーシー6の、うん、じゃあどうですか、アンディさんと土井さんと一緒にいる。あ、一緒に。まあでもどっちにしても前本当に何も聞いてねえよ。お前どっちにしてもお前誰が誰と一緒にいるとか聞いてねえだろ。全然聞いてなかった。お前グループラインでちゃんとどこにいるって言ったじゃん。電話で全然もういや、グループラインで一人ずつだから俺が呼ばせたんだ。あ、それあったね。お前一応こいつやったで今。お前でも聞いてるけど自称総武線だね。総武線。とりあえず JR まで。そうか、どっちにとって総武線だろ。JR まで行って、そこでどこで降りるかを。そうか。両国だったら、東京を選んだ俺らの勝ちですよ。近いから。は、早く着く。早く着くバトルじゃないよ。アウバトル。いや、でもビッグマッチですよ。はい。プロレス会場って言ったらやっぱこうだけ、うんうん、あ、僕がやっぱ見せた時代のドームっていうのが一番あれですけど、ね、今日本武道館田園コロシアム蔵前蔵前どんだけ昔に遡るんですか。まあ大田区体育館とかもありました。そうなんですよ。まあでもやっぱまたレッスルランが戻るべき両国にしましょう。両国で決定ですね、はい、行きましょう。東京ドームって言ってた。俺、土井さんの方が両国だと思う。本当？よし、東京ドームだ。戦いサマー。よし、東京ドームだ。戦いサマー。東京ドーム。戦いサマーだと。戦いサマー。両国。でも両国、この前新日で DDT やって、来週全日本だし、ビッグマッチだ。ビッグマッチ旬じゃない。ビッグマッチの旬だよ。両国？いや、考えたらビッグマッチだよ。一番のビッグマッチを向こう使うか、それとも頻度のビッグマッチ。あー、確かに。どっちが印象残りやすいというか、どっちが出てくるというか、まあ、ちゃんと考えて。これもドームは日本だけですからね。まあでも規模で言ったら東京ドームです。俺ドーム行っちゃったから、ね、今あんまり興味がなくなってた。両国ってお相撲さんですからね。でももう一回せーので言う。言います改めて。もう一回せーの。東京ドーム。はい、稲葉選手何て言いました。東京ドーム。吉本両国。東京ドーム。東京ドーム。さすがですね。いや俺もうずっとニューヨーク東京ドームに行くじゃん。俺今日水道橋と大久保の行き来しかしてないからずっとあの総武線を行き来してるだけだ。絶対いるよ。いる。絶対いる。はい、水道橋です。なんですね、今気づいたんですけど、はい、東京でニューエラー、あ、違う、ニューエラーで東京出身なの俺だけなんですよ。だからね、これはね、すべてを俺に託すべきでしょ。初めから今見てるみんな、竹之塚東京じゃねえだろとか思ってる人いたら本当にやめてくださいね。少なくとも1日乗車券ではいけないってことですね。そうです、そうです。170円払わないとできない。そうです。女つけたら泊まれるよ。東京ドームシーホテル泊まるのやっと。土井さんよりも会いたかったコイン箱に。最後は一番会いたかった。あの
あ、どうもありがとうございます。ニコプロも見てください。頭の中があのレッスルキングダムのオープニングテーマで流れてます。でで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 でさあ、いましたね。さあ、己の全てを背負いっつって熊五郎入場っつって、ね、長い花道を。さあ、いますか。アンジさん、いますか。あれいない、いない。いや、いるでしょ。やーれー、見てもいるこれ。もうこけないな。もしも出会えなかった場合、すいません。まあ先乗りは間違いないんですよ、はい、場所的に、まあ、間違いないでしょう。あとはもう待つしかないですね。どうでしょう。車で待ちます。車で待つはもし近かった場合は非常に無駄なことなので、ね、はい、まあ、あとでもかかっても10分ですよね、まあ、そ時間差的には。でしょ、向こうはもう決まってるんですかね。さすがにあの先ほどのチョイスで困ってる時間的にももう決断下してないといけないと思うんです。電車には乗ってるんですか。電車には乗ってます。待ちましょう。とりあえず待ちましょう。待ちます。はい。あっちの方にいるかもしれない。いや、まだ来てないかもしれない。いや、東京駅からだったからね。あ、つながった。もしもし、着きました。着きました。スピーカーなってる。まだですよね。いや、俺らもいるよ。嘘でしょ。え、いや、じゃあいる場所が違うんだ。こっちこっち。どの辺どの辺。22ゲートチケット売り場の方だよ。22ゲート。あのチケットお持ちの方って感じの G ショップとかある。どこ。ベースボールグッズは。いや、そのおかしい。嘘でしょ。出た。嘘でしょ。おっと、まさか。おっとおっと、あれ、まだ移動中から。まだ移動中でしょ。おっと、誰。あの我々じゃないでしょ。どこ。まだついてないでしょ。我々東京ドームにいるんですけど。東京ドームでしょ。違うよ。はい、それはやばい。どこですか。これやらせで両方来て終わりにした方がいいよ。それはやばい。両方来た方がいい。それはやばい。それはやばい。これ頭いい感じ出してきたね。おじさん、これは出した。おじさん、頭いい感じ出しすぎちゃってますよ。これは出したわ。これはやばい。これはやばい。やったっす。これはやった。これはやりました。ビッグマッチといえば、8日はお相撲さんでしょ。そう。まあ、そうですね。どうも野球っす。まあ、でもプロレスです。何三浦海さん。揃いませんでした。両国でしょ。両国でしょ。で、はい、相撲でしょって言われたんですけど、はい、東京ドーム野球だって。東京ドーム年に1回しかプロレス行われてないの。しかも人団体だけ。そうですね。いや、そうですね。ただまあちょっと残念。このままさすがにあのタッグチーム分かれて終わるわけにはいかないので。
次のタックリーグは俺ら2人でしょ。もうこの2人の絆は深まりましたけど。ただやっぱり泣きの1回を行わせていただきます。最後のテーマ、東京の遊園地といえば、距離的に後楽園遊園地しかないんだよ。どうですかね、あえてディズニーランド。いやいやいや、東京ディズニーランド。東京じゃないですか、花屋敷か、花屋敷。花屋敷か後楽園遊園地。東京の遊園地といえば、そこ荒川遊園。いや、いやいやいや、これこれこれそれはこれ、あの天の声さんの荒川遊園、サリを読み取らないと。いや、花屋敷じゃない。花屋敷も総武線。いや、花屋敷はでも多分浅草で東武線です。いや、花屋敷は俺は知らないよ。でも知らないよ、誰が知らない。後楽園遊園地の僕と握手ってさっき CM 流れてたし、東京の遊園地がもう分かんない。花屋敷、荒川遊園、あとこう読売ランド、東京レジャーランド、東京レジャーランド、東京レジャーランドはあれじゃん、秋葉原の上にある京成。あれレジャー、あれ京成か。いやでも、たまてっけ、たまてっけ、知ってる、たまてっけ。どっちかと埼玉の人が遊びに行ってる。野木さんと通ずるのは、あ、そうだ、危ない。いや、俺分かんねえな。花屋敷がここだと思うね。二択だと思う。あと、君らの話でよく出てこなかったなと思ったのが東京ディズニーランド。千葉で、千葉だから。いや、そこ惑わされるかなと思ったんだけど、あそこ千葉だ。そう、いや、お前とか一番行きそうだなと思って。最初ジョイポリス、あ、お台場、お台場、あれは遊園地、遊園地、遊園地、ちっちゃい遊園地、遊園地。いや、お台場はないんじゃない。まあでも一回ここ俺だとか、あんな乗り物あったらもう、いや、俺らがここにいるって知ってるから。鳥さんが東京ドームって知ってるじゃん、いるの。でも遊園地と聞いた時にこれが出てくるかっていう、鳥さんたちに、ね、出てこない。一番最初に出てきたのは花屋敷。でもここもありえるなと、鳥さんたち。でも浅草行ってまた浅草戻るのかって考えてる。まあ俺ここに戻って、いやでも東京ドームのこれを今年も出たら、いやもう絶対動かない。向こうも読んで、動かないって読んで、こっちが動くと読んだらダメだ。何言ってんの。何動かさることです。山の他に東京の遊園地って何があるの。遊園地が分かる。多分今言ったので以上かな。ほぼ知らない。ここじゃね、ここ花屋敷だ。いや、またせーので行ってます。せーので皆さん、豊島園とか、豊島園あるの。豊島園って、あれ埼玉じゃないに近いです。そこが練馬区。そこまで移動するか、今から豊島園は来てないんで、車だね。じゃあせーので、せーので行ってますか。はい、待って。うわー、アンディさんの花屋敷だ。おじさんはあそこで意見が分かれて、そう、どうしようどうしようとか。うわー、ずっ、行ってみますか。皆さん一回行ってみますか、思い、自分の思い。はい、じゃあ東京の遊園地といえば、せーの、後楽園遊園地。はい、吉岡さん、何言ってますか。花屋敷、はい、花屋敷、ここ後楽園遊園地。分かりました。これね、本当はどっちかだと思うんだよな。もう一回、もう一回言う、もう一回言う、もう一回、もう一回言う。分かんない、違う違う。はい、時間もないんで、そろそろ決めてください。後楽園遊園地、花屋敷、後楽園遊園地、後楽園遊園地、後楽園遊園地。じゃあ後楽園に決定。もう動かない、動かない、ステイステイ。みんな集まったらジェットコースター乗りましょう。乗りましょう。
ただ両国だから花屋市近いんだよ。そうっす、近いです。ここも近いですよね、1本で。でも1本だけど1駅って浅草橋そうから浅草駅でも下手したらあそこ目の前バス乗ったらすぐそうだよ。ああ多分アンディさん花屋市だと思うんですよ。で、土井さんがここにあるっていうのを思い出してくれたら あいつら動かねえじゃねえかってここに来てくれる可能性がある。昔は高齢化遊園地も結構もっとすごかったんだよね。そうそう、だからもう遊園地じゃん。確かに遊園地だね。あの室内ジェットコースターとかもあったし。ここで会えるよ。会えなかったら土下座しよう。よし、はい、到着しました。会えるでしょう、さすがに。会えないと困る。またしてもね、吉岡さんのことはね、信じないですね。多数決に、なんだかんだ来てしまいました。なるほど、もう吉岡さんの意見よりもう動きたくないっていう方が勝ってしまったのかもしれない。あれ、そんな吉岡先生どこ行っちゃったんですか。お茶しに行っちゃったから。勝った勝った、懐かしい優勝パワーだ、メガネンジャーが勝った。あ、これ絶対見たわ、これジョン・ポーズだ。お、分かんない。ジョン・ポーズだ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 。これなんでしょう。これなんでしょう。書いてあるじゃん。ちょっとずつ増えた6、10人いるよ。すげえ、何してんのこれ。何してんの。なんか緑か黒かみたいな、こうシルバーみたいなやつ。でもシルバーのやつが現れてる。そうそう、こういうやつね。ここに入れてなんか作るプラスされるやつ。レースクイーンみたいなやつです。バトルフィーバーチ一番右に。あ、でもちょっと待って。バトルパンダ。あ、ほんとだ。ハイレグだ。ハイレグがいい。ハイレグだな。カムライダー。カムライダーが見たい。これだけテイスト違う。ブラックアレックス。なんだ。全員赤っす。これ、同じ人なの。同じ人でコッシーが違うのか。みんなバラバラなの。テレビでやる。マイノリティですか。両国国技館東京ドーム東京ドーム国だからなんですけど、両国です。年に1回しかプロレス行われてないから2回目の東京ドーム1日2回目の2度目の東京ドーム。なんなら3回目ですから、そこからここに移動して。よかった、4つ兄弟で3回目。みんな揃いました。揃いました。よかった。
花屋敷行ったかと花屋敷はありますよ。いやだからもうこっちが変に裏返ってきたな。花屋敷ここでめっちゃ迷った。危ないっすね。危ない。いや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 、よかった。あとは候補もう一個ありますよね。候補なんでしたっけ。ピューロランド。あ、サンリオピューロランド。サンリオピューロランド。あえて外したのかな。しかも、ちょっと通り道。じゃあ、最後、揃ったということで、はい、揃ったということで、軍隊に向けて、ニューエラの一丸となった形で締めていただければと。手とか合わせちゃいますよ、みんなで。合わせちゃいますか、せっかくの。よし。じゃあ、リーダーをリーダーをするんで、こういう時だけはよし、じゃあみんな頑張った、みんな揃いましたから、はい、9月2日東京ドーム、東京ドーム9月2日横浜文化体育館、はい、年一のビッグマッチに向けて我々ニューエラも頑張りましょう。よし、はい、よし、よし、よし、頑張るぞ。おー